こんにちは、アルブル木工教室の辻です。今日はですね、アルブル そのリノベ部ということで、まずはこの3階にちょっと事務所を作ろうということで、まず一番ちょっと見栄えの悪いこの天井ですね。天井をちょっと去年の台風で、雨漏りをして、水が染みてしまったというところを、まずこの壁紙を、天井に貼って、で、ちょっと見た目を良くしようということで、先ほどですね、こういう壁紙を買ってきました。で、ちょっとこれを貼っていこうということで、お届けしようと思います。はい、これが元の天井です。このシミを隠す意味でも、壁紙をちょっと貼っていきたいという形です。すごい、黒板ももらえるんですか。うん、コストコみたいおしゃれ、かっこいいでしょ。かっこいいですね。これを貼ります。了解です。いくらやったと思う。15,000円。30,000円このカバンいいですね。いや、もうすごいいいお店やと思う。カバンのこと、ああいうのを目指さない。6,000円かける4で合計24,000円プラス生のりが3つで6,000円ぐらいか。はい、ということでやっていきます。はい、はい、準備するものは大体こんなものです。壁紙用のり、スコヤ、バケツ、US 水、あとはカッター、竹ベラ、コロナマスカー、なでバケ、スポンジ、押さえバケにローラーと、スポンジですね。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあまず、このロールなんですけど、この壁紙が、柄があるものになります。で、この柄っていうのは、1枚目2枚目でつなげなければいけないということなので、そのロールが、どのピッチで揃うのかっていうのをちょっと計算して、で、初めに事前にまずそれをカットしてからのり付けして貼っていきます。その算段をちょっとまずしたいので、まずこれを開けて、で、そのロールがどこで合うかっていうのをまずちょっと調べたいなというふうに考えています。で、壁紙屋さんにもちょっと相談したんですけど、実際にそのどこに貼るかっていうことが、あとこれを伸ばしてみないと、どこで切ったらいいかっていうのがわからないということだったので、だから、そうですね、今これはちょっと僕らの方で、調べてやるしかないというような形になっています。だからピッチがやっぱり微妙に違う。この分で誤差が出てくるということだね。今部屋の、長さを調べたら、4,884メートルと、88センチありました。で、このロールが、1本につき10メーターあるので、この1本のロールで2列貼れることになります。で、4,880×2 をすると合計の長さが9,760です。ただこれの隣にもう1枚貼っていくときに柄を合わせないといけません。ここの線がつながるように。で、今ここに資料として書かれているのが、このピッチ、ここからここまでが 21.5cm です。で、9760から10メーターを引いたら240、これを、2列取ろうとすると24cm余る形になります。で、その24cm というのは、この 21.5cm よりも長い数になりますので、このピッチ分を
後で調整することが、できるというような考え方になります、はい、という形でちょっと貼っていきたいと思います。合う、合いますね。はい、ぴったり、OK。じゃあ同じようにこの図柄のこの丸の中心を、起点にしたので他のものもまず頭を、それで切る、まあ、もしくはここから測って4925、はい、でカットしていきましょう。はい、はい、こっちを頭にして今度貼っていきます。で余った分は、残り、切りしろとして切るような形で、進めていきます。この色で、この柄で合ってると思う。これ全部合ったらいいかもしれない。なんか、まあ、事務所みたいになりそう。彼が見これやったらそうかもしれない。はい、じゃあオワコン一列貼ってるのコメント。一列貼ったらコメント難しいですね。どこが糊貼ったり、この天井貼る、壁紙を貼るっていうのが難しいですね。あ、天井に、天井に、はい、うん、迷ったことなかったんで勉強になりました。すごい、まだ終わってへんね。終わったことでしょ。で、はい、2枚目から塗りつけます。そうだね、はい、そうだね、はい、2列目貼っていきます。
はい、じゃあ延長戦2日目、はい、はい、やっていきます。はい、肩凝ったな。肩凝りましたね。パンパンや。天井屋さんすごいな、ね。はい、今日はまずはここの角をクリアしないと開きません。この部分だけをちょっと切り込みを入れて逃してやろうと思います。はい、で、今この1枚のロールが533で、この天井のここからここ端から端までが492、はい、533-492 が41。じゃあこのロールに、この横の部分から41だけちょっと切り込みを入れて、そこの部分をちょっと逃がしてやるという算段でいきます。なんですけど、ピチピチでいった時に、距離が足りなくなったり、する可能性があるので、少し大きめにちょっとその壁にこう折り目をつけるようなかぶさる形で、1ミリ2ミリ、誤差を見て、切り込んでやります。はい、で気をつけることは、その壁の端からということではなく、な壁の端から、の距離、ここまでの距離で切ってしまうと、もちろんその回り込みの部分も貼ってあります。で、その分を足して、このロールの端から、ここまでの長さっていうのを測ってやらないといけないということになります。最後にこの余りの短いスパンで貼っていって壁で一回切る。で最後こっちをもう一回貼るという形になります。はい、最後の一列。天井がこういう形ですね。光が当たってこの金色の部分がすごい光って、すごいいい感じになったんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、あとはちょっと部屋の内装を進めていく形です。はい、ということで、天井に、壁紙を貼るということで、進めてきました。まあ、すごい雰囲気がガラッと変わるし、まあ、そうですね、結構大変なんですけれども、まあ、本当にこれだけで、イメージを変えるっていうのは、木とかだとやっぱりなかなか、料金が、かさったりするものが、壁紙でめちゃできるということで、すごい、インテリアに有効な手段かなと思います。で、あと、まあ、僕らは2人でやって、しかもカメラを回しながらっていう形でなかなか、手が足りない状態だったんですけど、まあ、この作業をするときに、まあ、3人とか楽しくワイワイやりながら、人でも多くやったら、よりスムーズにいくと思います。はい、まあ、今回は、天井に壁が張るということで、すごい、いい経験をしました。はい、じゃあまた、ここの改装、を、進めていきますので、またお楽しみにご覧ください。はい、ありがとうございました。